テーマはこの書籍のテーマはここに書いてあるようにデジタルストーリーテリングというものです。デジタルストーリーテリングって何か、これについてはこれから詳しく説明がありますので、一番簡単なのは話し合うだけなんですけども、これ哲学カフェっていうので喫茶店に集まって話し合ってるだけなんですけども、それだけじゃなくて、ビデオカメラをいろんな人に渡して、まず撮ってみましょう。これは非常に端的なことで、デジタル技術を使うことによって、複製と保存がやりやすくなったっていうところにはものすごく意味があるんじゃないかなというふうに思います。ただ最近、例えばレシノグラフィーとかワークショップっていうのが、あんまりこう止めのある言い方をしちゃいけないんだろうなと思いつつ、僕の性格から言いますけど、広告代理店なんかに媒介をされつつですね、いろんな形でこうビジネスのために展開していくって話になる。その物語を求めて、週刊誌を見たり、テレビを見たりするんじゃないかというふうに思うわけです。映像表現の中で、ストーリーを出すことと合わせてそのプロセスも含めて表現していけるようなのを どう設計するかというのが大事かなというふうに思います。そうですね、このワークショップちょっと今まで言わなかったんですけれども、ものすごい感動するんです、終わった後に。最初はなんとなく前の学科なんかもそうなんですが、学校の教育の一部として取り入れていこうっていう、あまり重要な形ではない取り組みだったとは思います。